世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった。通勤時間帯に能力移行行使及び高等気象、まさに邪悪の権限よ。キャニオンカノン、本日デビューと相なりました、マウントレディと申します。手柄が巨大化か。人気も出そうだし。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かす。人は生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。ヒーローを目指すには致命的な無個性。たとえそうだとしても、周りの言うことなんて気にするな。グイッと上見て突き進め。イラン！天才子の格好。大丈夫、体を乗っ取るだけさ。大丈夫だ少年、私が来た。この世界では時として思いがけないことが起こる。ナンバーワンヒーロー、オールマイトとの出会いは僕の運命を変えた。個性がなくてもヒーローはできますか？個性のない人間でもあなたみたいになれますか？5年前、敵の襲撃で負った傷は、私のヒーローとしての活動限界に今、1日約3時間ほどなのさ。現実を見なくて。トップまでいるんだ。
さっきの爆発の。散ったヘドロヴィランのベトベトはこの後ヒーローらに回収され無事警察に引き取られたみたいだ。ヒーローになるために。
ンフォーレ。
やっぱ電気系の個性って。